当サリオステーションの鳥を務めていただきます、3年ぶりの気球となりますステイゴールドです。本年20歳になりますが、まだまだ話題も気持ちも大変若々しいものございまして、もうすぐすぐにシーズン何頭もの種付けをこなしておりますが、相変わらず大変タフで気象的にも非常に鋭いものがございまして、変わらず若々しい種付けをこなしております。ステイゴールド、昨年も、まあ、皆様ご存知の通りですが、オルフェーブルが有馬記念を最終戦8馬審査で圧勝しました。またフランスの凱旋門賞でも2年連続の2着に入るなど、G1 勝ち馬を続々と送り出すサンデーサイレンスの最有力後継志望の1頭ということで、トップの座をディープインパクトと争っております。まあ、昨年もですけれども、オルフェーブルの他に、最優秀2歳牝馬になりました阪神ジュベナイルフィリーズの勝ち馬レッドリベール、それから宝塚通算 G1 4勝目を飾りましたゴールドシップ、そして天皇賞春の勝ち馬フェノーメノということで、まあ、凄まじいばかりのですね、大ホームラン競争馬を続々と目指しております。まあ、その他にもドリームジャーニーをはじめ、まあ、うちの中山フェスタもそうですが、重賞競争を逃げ出す馬多数輩出ということで、今年も早速オーシャンブルーが年明けの中山金杯を制しましたし、まあ、レッドリベールは今後クラシック戦線牝馬クラシック路線でおそらくは、大きいところを取ってくれるんじゃないかという期待も込めて申し上げますが、活躍が見込まれますので今後も本場ステイゴールドの活躍に皆様注目していただければと思います。種付け料は昨年同様受胎条件800万円でございます。年齢を考慮しフリーリターン特約はなくしましたが、不出生時には、種付け料は全額お返しさせていただきます。まあ、なかなかおいしそうだとつけるつけれる種付け料ではございませんけれども、ぜひともございましたら、この機会にぜひ事務局宛て申し込みいただきましたら、まだ若干の残口ございますので、種付けの方対応できるかと思います。以上、ステイゴールド今年来年とブリーダーズスタリオン共有しております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。以上、19頭、当サリオンの種馬は紹介させていただきました。長い時間皆様どうもありがとうございます。今年も当サリオンステーションの種馬はご愛顧いただきますよう、皆様のお申し込みご来場お待ちしております。ありがとうございました。